皆、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお、無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、八神の国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりでした。あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。このエンジンが直々に勝利を収めることを誓おう。一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちも忘れてはならない。アビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく、隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表彰。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。